こんにちは、副業アカデミー代表の小林です。今回はですね、副業で結果が出やすい3カテゴリーというお話をしてみようかなと思っております。最近結構ネットでもですね、本業以上に副業で収入を得たみたいなことが記事になること多いんですけど、まあ、そこでこう3カテゴリー結構で結果が出やすいということで出てきてて、で、まあ、副業アカデミーもその辺得意なんでね、ちょっとお話をさせてもらおうかなと思ってます。で、この3カテゴリー先に言っちゃおうかなと思うんですけど、大きく言って3つ、ネット系、投資系、そして労働系と、この3つの副業が、まあ、結果が出やすいよねということになります。で、じゃあ順番にちょっと簡単に説明しようかなと思うんですけど、ネット系って何かって言ったら、これはまあインターネットを使ってマネタイズするっていうことなので、まあ、分かりやすく言うと、例えばアフィリエイトとか、あとはライティング、ウェブライターとか、あとは動画編集で稼ぐとか、まあ、あとは僕らが得意なのはネットを使った物販ですよね。インターネット物販。まあ、こういったところで、まあ、パソコンとインターネット環境があれば在宅で収入が得られるというものです。で、ただまあアフィリエイトは僕も散々サラリーマンの時やりましたけど、結構難易度高いです。月数千円稼ぐのも本当に難しいって言われる副業なので、個人的にはブログアフィリエイトとかね、あとメールマガを使ったアフィリエイトとかありますし、僕も結果を出したことありますけど、結構難易度高いです。コツコツ積み上げなきゃいけないし、すぐ結果出ないので、ね、結構大変です。で、ウェブライティングとか動画編集、これはですね、再現性もありますし、お仕事もいっぱいあるので、ランサーズとかクラウドワークスで、まあ、文章書くのが得意な方は、ウェブ記事を書くとかね、っていうので、1記事数千円とかっていうのはいけますし、動画編集も、例えば10分の動画編集して5000円とかね、20分の動画で8000円みたいな感じで、編集して、テロップつけたり、BGM つけたりね、こう、編集かけてあげるっていうのが動画編集で、まあ、YouTuber さんから仕事取るみたいなこととか、法人で撮ってる動画を個人事業主として動画編集受注するみたいなことは、さっきのクラウドソーシングを使えばね、仕事を取れるかなと思います。まあ、ただ、ちょっと中長期的な目線で言うとですね、チャット GPT みたいに、こう AI が文章書いたりとか、そうクリエイティブなこともやれるようになってきてるんですよね。だから、ちょっと、目の前頑張れば稼げますけど、中長期的に仕事減るかもなとか、単価もさらに下がるんじゃないかなっていうリスクも出てきてるかなと思いますね。まあ、そういった意味では、インターネットを使った物販、これはね、やっぱりすごく、今後のことを考えても、稼ぎやすいんじゃないかなと思います。で、例えば国内で仕入れたものを国内で売る。あるいは中国とかで、ね、海外から輸入したものを日本で売るとか、あと逆に、日本で仕入れたものを海外に輸出するみたいなね、こんな感じでいろんな物販ができます。で、在宅で完結できる、まあ、いわゆる電脳仕入れなんて言いますけどね、インターネット上で仕入れてインターネット上で売るっていうことができるので、まあ、在宅で完結するという意味でもね、結構インターネットで物販やる方は増えてるかなと思いますね。で、売り先で言うと、まあ、副業アカデミーで得意なのは Amazon で売るか、メルカリで売るかって、この2つの、プラットフォームで販売するっていうのは得意としてますね。で、Amazon はご存知の通り世界で一番物が売れますということと、あと在庫、梱包、発送、すべてやってくれる FBA というサービスが Amazon には完備してますので、在庫、梱包、発送は全部やってくれますから、リサーチと仕入れだけをやれば Amazon で売るビジネスが、結果が出るようになるという感じで、利益率も大体 20% から 30% ぐらいですかね、利益出ることが多いかなっていう感じですし、正式に始めていくので結構これはおすすめです。で、もう一ついいのは、仕入れるときにクレジットカードで仕入れを起こすことが多いので、そうするとね、ポイントも貯まるんですよね。仕入れたときにポイントが貯まるし、利益を乗せて販売できれば日本円の利益も取れるというんで、すごく物販がいいかなと思いますね。あとメルカリもすごく今フリマアプリでは一番売れやすくて、すごくやる方が増えてますけど、弱点はね、Amazon みたいに在庫、梱包、発送機能がまだ完備してないんですよね。だから自分家で在庫して自分で売れたものを発送するから、小さなものがいいですね。アクセサリーとか、のセットとか、そういったものをね、例えば中国から輸入してメルカリで売るみたいなので、利益率 40% とか利益率 50% みたいに、結果出す生徒さんも副業アカデミーにはね、たくさんいらっしゃいます。アマゾンよりもメルカリの方がね、利益率が高く取れる傾向があるので、利益率高く取りたい方はメルカリ物販、あと少資金でより言った方はよりメルカリの方がコスト低くやれますね。で、ちょっと工数を抑えたい、手間を抑えたい人は Amazon 物販がおすすめです。こんな感じで、インターネット物販やるっていうのは一つの、手段としては、まあ、ネット系副業としてはね、一番おすすめなのかなっていうふうに思います。
じゃあ次ですね、投資系ですね。まあ投資系って副業じゃないじゃんって言われたりしますけど、まあ我々としてはもう副業の一つとして投資をやってもいいんじゃないかと思うんでね、投資系副業っていうカテゴリーが実際今注目されていると思います。で、まあ一番やってる方多いのはやっぱり株式投資でしょうね。で、副業アカデミーも株式投資講座はとっても生徒さんが多いんですけど、やっぱりおすすめです。で、僕らが結果が出やすいと思っているのは、テクニカル分析をする投資ですね。ファンダメンタルズって言ってですね、指揮法とか、世界の情勢を見て売り買いするっていう、これファンダメンタルズって言うんですけどね。これももちろん有効なんですけど、チャートを見てね、上がる下がるを考察するテクニカル分析っていうのがあって、僕らはこっちの方が8割、9割、でファンダメンタルズが1割、2割ぐらいなんですよ。それでチャートを勉強して、明日以降上がる下がるを考察するっていう、ね。で、上昇すると思ったら買う。で、下がると思ったら空売りするっていうね、信用取引も勉強して、上昇も下落も狙えるトレーダーになるというのをね、株式投資でやるっていうのは、すごくいいと思いますし、スキル身につけるのにちょっと時間はかかりますけど、一生のスキルになりますから、それを身につけるためにね、副業アカデミーで勉強してくださっている方は結構今たくさんいらっしゃいます。株だけじゃなくて FX も投資系の副業としては人気ですね。いわゆるドル円とかユーロドルとかね、これ為替で差益を取るっていう、同じく上昇するときは買う、下がると思ったら空売りするっていうのは同じですね。で、同じくチャートを見てテクニカル分析して、上がる下がるを考察できる力を身につけるっていうね、こういう FX のトレードもとっても人気です。で、ただ株と FX の弱点は損切りするリスクがあるってことですよね。要するに、考察した上がると思ったのに下がっちゃったらこれマイナスが出ますから、その損するリスクがあると。これがさっきのね、インターネット物販とかよりもリスク高いのは、この損した時にもう損切りしなきゃいけない、ね、それをいつまでも塩漬けして大きな含み損を抱え続けるみたいにならないように、自分が考察した方向と逆行った時にね、損切りするルールとか資金管理とか、このあたりのちょっと勉強は、このトレード系の副業についてはね、注意が必要かなと思いますが、ただ少資金でできたりとか、自分が働かなくてもお金が増えるっていう意味ではね、とってもおすすめだと思います。あともう一つちょっと投資系でお話ししたいのは不動産投資ですね。で、これやっぱりとってもおすすめしたいですし、私自身ももうずっと区分マンションから一棟ものまでいろいろとやってきてますと。で、不動産投資は2つキャッシュポイントがあって、毎月入ってくる家賃収入と、あとはね、売却した時に得る売却利益、この2つを狙っていきます。で、入居者さんさえ入っていただければ、毎月入ってくるお金、これ家賃収入ですけど、ここからね、銀行への返済、諸経費、税金払っても毎月プラスが出るような、キャッシュフローが出るような家賃収入を作るのが1つですね。で、なるべく当然安く買う勉強しますから、安く買って、で、相場より高くとか相場なりで売った時に売却利益が取れるような不動産を買うと、この売った時に残債を返しても大きなお金が残るっていうね、これが売却利益なんで、この2つをね、得ていくっていうのを、まあおすすめは一棟アパート、一棟マンションの投資ができると一番理想かなと思います。で、これが難しい方には、例えば中古の安い区分マンションを買うとか、あと不動産じゃないですけど、太陽光発電みたいな、毎月こう、売電収入が入ってくる仕組み、こういったものを、ね、狙っていくっていうのもね、投資系の中では、面白いのかなっていうふうに思っております。で、これが二つ目ですね。投資系副業。で、三つ目は何かっていうと、労働系の副業ですね。まあ、これは皆さんイメージつくと思いますけど、例えば外で何かしら作業をして収入を得るみたいなことですね。で、これはもうリスクが低いですよね。ちょっと体使うので疲れますけど、リスク低いです。で、まあ今一番こう、結果が出やすい労働系で、すぐ始められるものっていうと、デリバリー系かなと思いますね。コロナ禍で一気に増えたのはフードデリバリーですよね。ウーバーイーツとか出前館とか、あれは特にウーバーイーツはすごいね、働きやすいですよね。やりたい時だけオンすると仕事がもらえて、一日のうち数時間だけでもね、できますから、すごい時だけ配達を自転車とかバイクとかでやると、で、そこで収入を得ていく。まあ、例えば、週1回、ね、月4回ぐらい、ウーバーイーツ頑張って、月収5万とかっていう方は今、たくさんいらっしゃいますよね。こういったふうな物運ぶ系もありですし、我々がすごく力を入れているのは、軽貨物ですよね。
いわゆるフードデリバリーではなくて、いわゆる例えばアマゾンで買ったものとか楽天で買ったものを個人宅にお届けするっていうね、あれは軽貨物業者さんがお仕事してますけど、我々それもね、今ドライバーさんにお仕事をねやっていただいてます。例えば今言ったアマゾンの売れたものを配達のお仕事もあれば、某ドラッグストアが今お店じゃなくて個人宅に物を届けるっていうサービスを広げてるんですけどね、このドラッグストアの仕事で、週5回本業で働く人もいれば、まあ、今回副業がテーマなんですけど、週1週2でそういう仕事を週末だけやるっていうお仕事も今あります。なのでこういったところから始めれば、車の段取りとかもいらないケースもあるので、週1週2でやって月5万とかね稼ぐみたいなこともできたりします。なので物を運ぶ系の労働系副業っていうのはすごく結果が出やすいですね。まあ、気をつけなきゃいけないのは事故ぐらいですよね。交通事故に遭わなければそれ以外はリスクほぼないと思います。さっき言った投資系のね、副業はちょっとリスク取る代わりにリターン大きかったり、権利収入が取れたりしますけど、この労働系の副業っていうのは権利収入にはなりにくいですね。ただ自分でやった分は確実に収入になるとか、まあ、失敗しにくいよねと、損しにくいよねっていうことでね、この物運ぶ系なんかはすごくおすすめかなと思います。という形でネット系も投資系も労働系もそれぞれ、メリットデメリットがあるんですけども、全部ねいい手法があるかなと思います。で副業アカデミーで言うとですね、ネット系で言えば先ほど申し上げたインターネット物販がありますと、そして投資系で言うと株式投資と FX とあと不動産投資、あとですね暗号資産仮想通貨の投資なんかも、口座としてご用意があります。そして労働系で言うとですね、先ほどの物運ぶ軽貨物のドライバーさんを我々いつも募集しております。で副業から始めたい方にもお仕事ありますし、本業でやりたい方にもですね、集合で働いていただける方もね募集してますん でやれば確実に収入になるということでね、すごくおすすめなので、ぜひこの3カテゴリーの副業興味ある方は副業アカデミーのホームページからセミナースケジュール見ていただきますと、カテゴリーでですね絞れます。いろんなテーマでセミナーやってますので、興味のあるカテゴリーで点チェック入れてセミナースケジュール検索かけていただくと、無料でオンラインセミナーや対面セミナーにご参加いただけますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。そしてですね、概要欄にもう一つ、LINE の URL が載ってます。で副業アカデミーの公式 LINE に登録いただくと副業診断というものを今やってまして、 LINE で自分に向いている副業をですね診断してくれる、サービスを今やってますので、概要欄からぜひですねその副業診断の方も LINE 登録してチェックしてみていただけたら、ご自分に向いた副業が見つかるかなと思うので、ぜひ、ね、チェックしてみていただければと思います。ということで今回はですね、今流行っている3大カテゴリーの副業をねお話しさせていただきました。以上となります。ありがとうございました。